うっす、皆さん、ゼグッツァナイトです。今日のレビューは、まあ確かに沖縄はあんまり多いじゃない。でも沖縄もちゃんと暑いから、大変のミックスから今日の直す簡単な問題は511タクティカルパッカブルジャケット。このジャケットは確かにちゃんと薄いと軽いですけど、雨からよく守るけど、メントがないとちょっと暑い。でも雨が入られないと、風も入られないと、濡れてるプラス風はやっぱり危ないですから、このジャケットは丈夫ね。それで例えばフィールドにガスガンが使ってる、雨は問題ない、バッテリーが爆発しないから、ゲームを続けたいなれば、ジャケットは超便利なこと。ただのシューティングならすごく便利ですね。それはこっちのジャケットにはフードがないけど、こっちには511のタグがあるので、ジッパー、それと胸のポケットは一つがあります。この右の方ですね。他には普通のポケット二つがあるので、それはだいたい以上です。ちゃんと簡単と使いやすいので、こちらはマイクループとか二つがあるので、無線機にまだ使い続けるとか、でもその薄いとか使いやすいので、プレートキャリアはまだ簡単にできるので、この感じで、よいしょ。それで戦おう、雨でも続けます。まあ確かに黒が一番人気の色ですけど、他には緑とか茶色が見たことないんですけど、でも雨止まらない、風も雨止まると風止まるから、よく暖かいと寒くならないと、濡れたら絶対汗だけですね。まあ大変けど、その濡れてると風邪はられないと病気にならない、大丈夫です。つまりの感じですけど、パックボールジャケット最初に言ったんですから、その方は開けるから、この左のポケットに上の方でこれのループがあります。そのままでジャケットを抜いて左のポケットに行って、もう一回取ってと、このポケットはカバーになります。ジャケットはそのままで入れて、ちょっと時間かかるんですけど、もうこれは超便利なことから、それから中のジッパーを閉めるとジャケットパック511 Tactical Packable Jackets。 これは M サイズ、アメリカの M サイズですね。そのままでパックになると、そのままでプレートキャリアのカバンに入れて、雨が降ったら使えるのチャンス。病気は濡れてると風邪と病気は確かに大変ですから、すごく便利なジャケットですね。と普通のレンジにシューティングでも使いやすいわ、電源が使えないと。でもアメリカには確かに日本のものがヤフーに見つけたと、1万円が死に高い。1万円でアメリカの会社、もっともっと面白いのことを買おうから。まあでも値段はアメリカに大体悪くないから、超便利と使いやすい。ただ帽子が必要、フードがないから帽子を使ったらパッチリですね。じゃあレビューは以上ですね。ちゃんと簡単と使いやすいと便利なものですね。じゃあ皆さんお疲れ様です。